はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、ポケットモンスタースカーレット、やっていきたいと思います。前回ですね、山道をえっちらおっちら登りまして、こちら、ナッペさんジムの近くまでやってきました。雪山です。ということで、私の装いも冬服にチェンジいたしました。はい。ということでね、こちらのナッペさんジムに挑むわけではなく、というのもですね、こちらのナッペさんジム、なんと最強のジムリーダーと名高いということでございますので、まあ、ここは一旦スルーして、もっと北上して、こちらの、フリッチジムと、ここのフェアリー組のアジトの方に挑んでいきたいと思います。まあ、もともとはこちらのスターダストストリートを目指してたんですが、まあ、レベルがちょっと上がりすぎているので、ここのフリッチジムに挑戦して上限レベルをね、上げておきたいかなというふうに思っております。なので、目的地はこちら。フリッチジムです。では、参りましょう。どうやって行くんですかね。普通にまた、登って、下ってって感じで行けばいいんですかね。行きましょうか。あ、これは、フリージオ。捕獲失敗。あら、ぼっち。これ、ハカドックの進化前ですかね。捕まえましょうか。ちょっと今、フリージを捕獲失敗して、ひどいありさまですけど。はい、ぼっち、ゲットです。夜になってしまいましたが。ぼっち、人と関わることなく命を落とした野良の犬ポケモンが生まれ変わったと言われている。なるほど。はい、キャンドルンくん。頭にね、ろうそくついてるんで。ゴーストはもう、いますからね。はい。さあ、一旦アイテム補充に戻りましょう。ちょっとボコボコにされすぎました。お金がいつの間にか10万ある。じゃあもうこれハイパーボールをめちゃくちゃ買いだめできますね。ハイパーボール50個買っときましょう。あとよく使いそうなのは、スーパーボールも買い足しときますか。まあ、スーパーボールも、50個あればなんとかなるでしょう。傷薬も買い足しときますかね。お金があるうちに。はい。オッケー、お金がだいぶ減りました。アイテム補充完了です。そういえば、もしかして、ご褒美もらえたりします？二人ですね。10人。うわ、全然足りない。じゃあちょっと、レベルがもうマジでやばいので、ちょっと敵を回避しつつ、次のね、ジム目指したいと思います。バッチもらわないと、言うこと聞かなくなっちゃうので。わかんない。自分のね、捕まえたポケモンも言うこと聞かなくなるかどうかは、わかんないですけど、とりあえず、不要なね、リスクは避けたいので。でも、この道で合ってるんですかね。ん？何ですかこれ。カチコールか。え？どこですか？あそこかな？あそこっぽいですね。あの、ちょーっと見えるところ。うわー。ん？いや、違うかも。あっちかな？あっちっぽいですね。わからない。全然わからない。道がわからないまま、ノリで進んでいる。ちょっとトレーナーも一旦無視ですね。とにかくジムに早く行ってレベルを上げなければ。あ、着いたっぽいんじゃないですか？着きました。フリッジタウン。意外に近かったですね。寒寒。雪嵐。美しいわ。では、ジムに向かいましょうか。ちょっと一応回復。さ、ジムはどこですか？上の方かな？あ、ありますね。一番上。そろそろなんか、ネモちゃんも襲いかかってきそうな気がしますが。目的地到着。では、ジム。頼もう。あ、ネモちゃん。ジムバッジ6つ。ありがとうございます。挑戦者の1割もいないんだよ。そうなんですね。あ、ドラメシアがいっぱいいる。
私が見込んだポケモントレーナーだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ジムに挑む前にウォーミングアップはどうかな。いつものあれやっときますか。はい、じゃあ戦いましょうか。いいですよ。いいのかな、レベルが上がっちゃうような。ジャカパーン、ここで戦うよ。はい、まあなんとかなるでしょう。バトルコートはこんな感じ。要チェック。足の踏ん張りとかに、確かに滑るかもしれないですかね。ジム前の準備運動ってことで、実りある勝負をしよう。さあ、レッツファイトです。ネモちゃん。ルガルガン、初手ルガルガンですね。ではこちらも、カナちゃんで。6つのバッジ、その実力見せてもらいましょうかね。気合入ってますね。こちらも気合まんま、レベル差がだいぶある。でかっ。ハンマー。こちらも伊達に鍛えてないので、そう簡単には負けませんよ。痛いのもらっちゃったな。お返しさせてもらうね。怖い。はい。パーモット。おっ。パーモットが来るということは、じゃあこちらもパモ太郎でいきましょうか。パモ対決。ゴーパモ太郎。パモ太郎対決ですね。インファイト以外効果がないので、インファイトしていきましょう。残っちゃった。手痛い一撃が来そうな感じがしますが、スパーク。蓄電でーす。効果がありません。もう一発インファイト。電光石火、まあ、電光石火ぐらいであれば。これで防御と特防は2段階下がってますからね。次来たら結構まずいですけど、どうせ入れ替えますし。はい、ヌメイル。ドラゴンですね。じゃあ、まあ、うちのドラゴン対策はカナちゃんなので。レッツゴー。もう一回。ほい。ヌメイル。じゃれつきましょう。さすがの威力。マスカーニャ。来ますね。まあ、マスカーニャには、ゲータで。すっ。行ってください。ギリギリの攻防、ゾクゾクする。最後までわかんないよ。はい。まあ、遅れは取りません。マスカーニャ、かっこいいですね、相変わらず。テラスタルからの、フレアソングで。ここからが楽しい。光ってテラスタル。オーベ。互いにテラスタル。うん、気合入ってますね。草のマスカーニャ。まなんかマスカーニャはあれですね、テラスタルオーブが生える、お頭の上にお花がいっぱいみたいな。で、体の横にある草とも合わせて、まあ、こっちもね、すごい燃え盛ってる感は出てるんで、負けてませんよ。ギャオース。トレーニングで高めたこの技を受け取って、受け取れますかね。こっちの方が早い、相手の方が早い。トリックフラワードカーン。まああんまり効きませんけど。フレアソング、熱い歌を届けますよ。一撃です。パーン。倒しました。レベル51になっちゃった。やっぱり君こそが、何ですか、君こそが、私こそが。
この勝負私の負けすっごく強くなってる。ありがとうございます。鍛えましたからね。もうそろそろだね。もうそろそろ何ですか。体温まって準備万端だ。はい、勝負のお礼にこれどうぞ。満タンの薬を3つ、ありがとうございます。チャンピオンランクまでもう少し、残り2つ、はい、頑張ります。おう、送っていただける。さて、体力は全開してますね。じゃあこのまま行っちゃいましょうか。ジムチャレンジ。ドラメシア可愛い。はい、挑戦者のお名前、アリアです。ライムさんと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。フリッジジムのジムテストはオープニングアクト。オープニングアクト、前座。おう、ライブが始まる前にステージ上でポケモン勝負。熱い死闘で客席を盛り上げてください。わかりました。ライブ会場にいる MC と話せばジムテストを始められますよ。はーい、行ってきます。では向かいましょうか。ライブ会場は明らかにここですよね。すぐ隣。あなたが MC さんですか。オープニングアクト、新たな北の前座任されたトレーナー MC カマーさん。はい、ライブ会場。ポケモンを2匹で戦わせるダブルバトル。おうおうおう、上げが2倍で客席上げ上げ。会場爆上げ、フリッチ雪解け。ジムリがご機嫌に登場。なるほど。アクト開始、3連勝するまで途中退場はノー。わかりました。挑みましょう。かましちゃう準備は OK です。ぶっつけ本番、はーい、参りましょう。ジムテスト、すごい、お墓がいっぱいありますけど。ライブ会場を盛り上げよう。レディス&ジェントルメン、今回のライブオープニングアクトはアリアのダブルバトル3連戦。最初に立ちはだかる相手は、おっと、少年ですね。そよ風を呼ぶ少年パフォーマー、ユーヤン。ダブルバトル、1たす1。その答え、君は知ってるのかな？無限大ですよ。ユーヤンが勝負を仕掛けてきた。影坊主と包丁を繰り出した。こちらは何も考えずに、いつもの面々です。さ、とりあえず、デカハンと、エナボで、ぶったたいていきましょう。デカハンマー、一撃です。こっちも、エナジーボール、一撃です。結構なんか、レベル差があるかもしれないですね。第1戦終了。普通にカナちゃんも言うこと聞いてますね。1たす1の答え2で合ってるよね。いやいや、1たす1が2の間は私たちには勝てませんよ。さあ次、2連戦目。上がってます？ちょっと上がってます？ちょい上げですか？少し大きくなった。ちょい上げですね。ブリッジステージは最新技術。観客のボルテージが上がるほど、ライトアップするシステムだ。なるほど、なるほど。ピッカピカにしていかなきゃいけないってことですわね。あ、回復した？続きまして、次の対戦相手は、人を選ぶ音楽家、ベシャミー。人を選ぶ。はい。弱さを補い強く、2匹のユニゾンハーモニー。行きましょう。ベシャミーが勝負を仕掛けてきた。ゴーストとムーマを繰り出した。こちらは変わらぬメンバーです。まあ、戦法的には同じでいけますかね、というか行くしかない。レベル40、10レベル差がありますね。あ、エナジーボールをムーマに打った方が良かった気がしますね。効果が今一つになってしまう。ナイトヘッド、レベルが結構高いからナイトヘッドが効きますね。今一つでも倒せる。急所に当たった。
これは上がる。上げ上げですよ。ジムトレーナーのベシャミとの勝負に勝った。まだまだ不協和音でした。NEXT。おお、ステージがライトアップされました。いいですね、上がってきてますね。熱気に包まれている。さあ3連戦目、アリアのアクトで声援もライトもド派手になってきた。まさかの飛び入りサプライズ、アリアがここまでかますとは。次でラストだ。3人目、最後のお相手はヨーメン。この俺 MC カマーだ。なんと、それはびっくりですね。想定外ですね。さあかかってきてください。視界もポケモンもお手の物、ダブルでお手玉してやるよ。来ます。実はかませなんじゃないですか。闇波とフワライド、あ、今までで一番強そう。とりあえずじゃあ闇波はミニちゃんの方で処理しましょうか。デッカハンマー、デカハンマーがね本当に強いので助かりますね。エナジーボール、これで終わりですか。ぶちかまされたぜ。楽勝でございましたわね。これが私アリアの実力、アクト光った。あげあげ、雪はみも上げ上げ、ボルテージは最高潮だ。なんてすごい勝負だ。こんなのめったに見られないわ。ジムテストは合格だ、おめでとう。このままジムリ戦に行きますかね。ジムテスト合格。背筋がブルっちまうほどの一体感、メインを呼ぶ準備はパーペキ。それでは皆さんご一緒に、本日の主役、カモンソウルフルビートライム来ます？お、来そうですね。ライム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 、はい、強い。たまりなたまりなあんたたち、なんですか、なんですか、ジェラシー感じるノイジー、ナイスな加減にご機嫌かい。おお、乗ってますね。たまりなはなかなか圧が強かったですが、オープニングサンキューベイビー、あたいが来れば退屈させないよ。ほう、主役はこちらですよ。かっさらって差し上げましょう。ジムテストお疲れ様、マジで最高だったよ。ありがとう。いえいえ。しばらくライムタイムだから、ジム受付にライムタイム報告しておいでよ。わかりました。はい、ということでね、今回はまあとりあえずステージを温めたということで、このあたりとさせていただいて、次回ね、ジムリ戦やっていきたいと思います。といった感じで、今回も嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。